とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。今回は、タワーシーズン8の30回のボス、倒し方を2つ教えてもらいました。今日は1つ紹介したいと思います。では、途中途中入手するアイテムを説明しながら登っていきましょう。それではまず4階の報酬ですね。幽霊マントを取っていってください。これがあると移動が早くなって便利です。6階の報酬です。瞬足のブーツ取っていってくださいね。移動が早くなります。11階の報酬です。弱体化のドラ、地雷と変えていってください。15階の商人、ここは無視して OK です。16階の報酬で武器を変えます。怒りですね。で、エンチャント入れていってください。雷、火属性、虚無。まあ一番重要なのは火属性ですね。あとは別に入れなくても大丈夫ですけども、入れてると、まあちょっと安心感が増すかもしれませんね。19階の報酬でピグリーンアーマー取っていってください。そして、クールダウン入れてくださいね。そうすると、ブーツ、マントが連続で使用することができます。21階の商人、ここも無視して OK です。23階の報酬、ここでハプーンクロスボウをゲットしていってください。別に使うやつじゃないんですけども、これを装備しておかないと、商人でパワーが上がりきれませんので、つけてくださいね。続いて27階の報酬、ここで強化メイルをつけていってください。これも別に使わないんだけども、この商人でパワーが上がりきれなくなりますので、装備しておくようにしておいてください。で、ここ、ユニークを怒りですね。120まで上げることができます。で、29回行きましょう。ここ雑魚敵出てくるんだけども、ガン虫でいいです。で、ここの報酬で最後、スケールメールですね。まあ、これは別につけていかなくても OK です。うん。一応安全のために装備してるっていうだけですね。では、一度戻ってボスに挑戦していきます。それでは、ボスに行きましょう。弓と防具、別に何も入れなくて大丈夫です。覆われた怒りだけエンチャントを入れておいてくださいね。で、倒し方。まあ、説明する必要はないでしょう。ドラを使って攻撃するだけです。行きましょう。うまくいけばワンパンですね。ワンパンっていうか、あー、ちょっとうまくいかなかった。このね、持続ダメージで倒すことができるんですよ。ちょっと最初の一発目、エンダーマンが移動したので、無理でした。うん。エンダーマンが移動せずにこっちのダメージを最初の一発受けてくれれば、ワンパンというか、持続ダメージで2匹とも、やっちゃえますので、楽です。うん。この装備、なかなかいいので使ってみてください。では、報酬見て終わりにしますね。うん、微妙かな。まあ、防護、ポーションバリア結構好きだけども、クールダウンがない、ダメですね。バーストボーストリング、アーティファクトチャージついてる、でも、クールダウンショットがなし、ダメです。心を奪うもの。いや、実用的ではないかな。うん、今回、100%、黄金スキルがつくと思うんだけども、これ 100% じゃないかもしれませんね。黄金がつかなかったっていうコメントもあるので、もしかするとこれ 100% じゃないのかもしれません。俺は、うん、黄金しか出てきたことがないと思うんだけどね。はい、クリアです。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。